私はじゃないですね。僕は、福岡高校キーパースクールで、4年間お世話になりました。でその後、東京ベルディの方で講師をして、4年間ですか、それも4年間やって今FC トッカーノという三浦康俊さんが作ったチームでゴールキーパーに応援しております。ライタツヤと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいね、いいね。ちょっと硬いけど。硬いっすよね。硬いね。だいぶ硬いっすよね。いや。じゃあ、キーパーコーチは、何年、8年、10? もう、そうですね。1年、大学の1年の後半ぐらいから、中村さんお世話になったんで。そこから、4、8、9年、9年目になりますか。すごいな、やっぱりな。若輩ながらいろんな経験させていただいて、ね、その中4年のと、スクールで4年間は中学生とジュニアだけだった。4年間はベルディの4年間は、はい、ジュニア育成のキーパーコーチのアシスタントと、はい、まあ、女子もアシスタントでやってたんですけど、はいはい、まあ、メインとして、やって見出したら3年目からですね、2年間はジュニアとベレーザ、メニーマンのキーパーコーチをしてました。はいはいはい、はい、やっぱ、女性を見るのは初めてでしょうか。初めてですね。違う、うーん、やっぱり違いますね。より、まあ男子に比べると、はい、まあ、論理的っていうか、はいはい、まあ、結構頭で考えタイプが多いような気がしますね、はいはいはい、なので、まあ、どうやったらこの子にこう分かってもらえるのかっていうのはより工夫しなくちゃいけなかったし、そこの勉強すごいしました。なるほどね、はい、なんか男っていうか、まあ、ある意味中学生年代の男とか、うん、あの辺はもうこうやるんだよってやってみせたらパッと終わるところを、うん、ちょっと言葉もちょっと深いところ交えながらやらないと伝わらないと、伝わらない。でそれが何だろう、ベレーザっていうチームになると余計そういう細かいところっていうのに対するこだわりも強いし、そういう強いこだわりを持ってるアスリートと一緒にサッカーができるとか、一緒にゴールキーパーについて、向上していけるっていうのはすごい楽しかったです。なるほどね、はいはい、この間のナイジェリア戦で、メンバーに初で入ったんですけど、曽山かな子っていう選手がいて、まあ、その子はまあすごい、なんて言うんだろう、まあ、言ったらファイターっていう。で、まあ、僕が思った女子のサッカーの中でのウィークポイントはキーパーは、まあ、一つはやっぱクロス。それ男子も変わらないかもしれないですけど、まあ、女子のリーグ見てもやっぱクロスに対する趣味っていうのは、はいはいはい、ものすごく、うん、まあ、ネガティブというか、はい、なので、まあ、僕は1週間7日あるうちのやっぱ、まあ、2日から3日は絶対クロスを入れるようにして、逆に、ね、はい、クロスに対しての強さっていうのは、はいはい、持ってもらうように取り組んでいきました。で、まあ、おかげさまで、まあ、彼女をじゃあ今自分のストロングポイントはどこなんだっていうふうに聞いたら、まあ、シュートストップのところは前から良かったんで、そこっていうところと、やっぱクロスに対する自信をすごい持ってるっていうところで、はい、試合見てもクロスに対してすごい積極的に、チャレンジ、はい、チャレンジして無謀じゃなくて、はいはい、判断してっていうね、判断して、はい、っていうのができてきてるんで、はいはい、そこは、はい、今の彼女です。そうなんです、結局守るゴールのサイズは一緒じゃないですか。そうだね、7.3 2の、ね、2.ゴールを男子と同じような規格を守んなきゃいけないっていうふうに考えた時にすごいやっぱ難しいですよ ね、 ね、はい、ジャンプ力が飛び抜けてね、何メートル、1メートルとか80センチが飛べるわけでもないし、そうなんですよ、その中でクロス守るって確かにそうだな。そうなんですよ、女子はいい。まあ、ただそのボールを蹴っただけじゃないんでしょ、でもクロス上げるっていうのは。そうですね、やっぱり
まあ、より自分の最高到達点で、まあ、やっぱ取れるっていうことだったりっていうのを、まあ、ボールを言ったら線で捉えるんじゃなくてしっかり点で捉えれるようにしたりとか、なるほどね、っていうトレーニングはしたんですけど、もう一つはあのニアに対するクロスの守備で、あ、はいはいはい、あのやっぱりポイントに例えば落下地点に入ってジャンプして入ってくる選手と競り合っても多分ニアに入ってくる相手の方が絶対早く触れるっていうところで、まあ、僕が常に言ってるのは先にちょっと飛べるって、はい、先に飛べっていうことはあのすごい言ってて、はいはい、で、まあ、トレーニングの中でもそういう人に見立てたポールっていうかそういうのを使いながらとか、まあ、じゃあ実際人を入れながら、はいはいはい、やったりして、取り組みました。その成果があって、まあ、ある意味代表入ってたんですね。そうですね、はい、まあ、もともとシュートストップとかあっていうところの部分は反応の速さがすごい、あ、リアクションがね、はいはいはい、あのいいキーパーだったので、まあ、僕はちょっとそこクロスってどっちかって言ったらさ、こう戦術とかも入ってくるじゃん、少しリアクションだけじゃなくてさ、はい、味方の状況を見て、うん、なんかこうチャレンジするのか、うん、引くのかとかもあるわけでしょ、またそういうこともやったってこと。駆け引きはまあ、それはやっぱキーパーの練習だけで作り出すっていうのは、うん、なかなか難しい部分もあるので、うん、せっかくそれこそベレザっていう、うん、いい選手が、うん、代表クラスの選手がいっぱいいるんだから、うん、まあフィールド その監督と話し合って、うん、そういう練習入れてくれっつって、でその中でじゃあ味方と連携取ってどういう風にやっていくかっていう、まあ、それの積み重ねですよね。そうですね、本当、はい。